ドラえもんのびたの宇宙漂流記は1999年3月6日に公開されたドラえもん映画作品。および、藤子、F、藤尾プロが漫画化し、月刊コロコロコ,ロコミック1998年10月号から1999年3月号に掲載した大長編、ドラえもんシリーズの作品。ドラえもん映画、テレビ20周年記念超大作。 大長編シリーズ第19作。同時上映は、ザ・ドラえもんズおかしなおかしなおかしななと、のび太の結婚前夜。第17回ゴールデングロス賞優秀銀賞、受賞作。マクロスシリーズで知られるメカニックデザイナーの宮武和隆と、スタジオヌエをスタッフに迎え、主題歌には、当時人気だったアイドルグループのスピードを起用。また、 前作とは違い、ゲストキャラクターの声に芸能人を起用しておらず、声優で固めている。作品に登場するメカは、主に海の生物をモチーフにしたデザインとなっており、ゲストキャラクターの少年、リアンの乗るスタークラブはカニ、戦闘艇のスターノーチラスは、古代のオウムガイ、巨大都市宇宙船のマザーシップガヤは鯉のぼり、独立軍基地はタコといった具合である。宮武は、 小学生の時に藤子藤雄の海の王子を読んでおり、作中に登場したハヤブサ号を独自で書き直したりしていたという。藤子への恩返しという意味合いもあって、自然とそうなってしまったという。エンドロールで監督の芝山つとむ筆の過去20作品のプレートが流れる。なお、霊年の映画では冒頭でのび太がドラえもーんと叫ぶが、今作では珍しく。 スネ夫とジャイアンが叫ぶ。また長年監修をしてきた楠す大吉郎の最後の作品となった。音楽は前年の南海大冒険も手掛けた大江千里に加えて堀井勝美が参加。翌年からは堀井が単独で担当するようになり、テレビアニメ第二作第一期としては最終作となったのびたのワンニャン時空伝まで続投した。また本作より、 ドルビーデジタル 5.1CH サラウンドが採用された。今作では、のび太たちとゲストキャラの友情が描かれている。大長編では、ジャイアンとスネオが冒険したいと言い、ドラえもんたちがそれに反対するシーンがあるが、映画では、のび太とスネオの立場が逆になっており、ジャイアンがのび太の意見に賛同している。さらにジャイアンが、ここで終わるのは、早すぎると、メタフィクション発言をしている。 この作品ではのび太が2つ以上の秘密道具を使って危機を乗り越えるアイデアを出すシーンが描かれている。映画ではマザーシップガイアが小惑星に衝突するのを阻止する際即対処法を出しておりドラえもんから冴えてると評されている。従来の作品はドラえもんが故障したりポケットを紛失したりバリアなどによって道具の使用を制御されたりしていたがこの作品では 秘密道具がふんだんに使用されており、状況に応じた秘密道具による起点が効いている。また、オリジナルに創作された秘密道具は、宇宙探検スゴロクをアレンジした、スタークラッシュゲームのみである。本作も、また、これまでの作品同様に映画と漫画版では省略、及び変更されたシーンがある。このうち漫画において、ジャイアンやゴロゴロたちが、 リアンの宇宙船内で食事をするシーンが映画では描かれていないことについて監督の芝山は映画に食事シーンを入れられなかったのが残念だったと語っている。またラストシーンも異なり映画ではドラえもんと伸びたが先生にテストの答案を渡されるところでエンディングとなる。漫画版もコロコロコ,ロコミック掲載時は同様だが単行本化の際は後日談が描き下ろされ 季節が流れて春になり学校の裏山でドラえもんとのびたがリアンたちのことを思い出すシーンが描かれて完結する。テレビ朝日開局40周年映画テレビ20周年記念作品。スネオに宇宙旅行のチケットを自慢されたのび太た,たち。のび太はジャイアント静か、そしてスネオと共にドラえもんに宇宙旅行をお頼みに行く。 本当に宇宙に行けるわけないというドラえもん。代わりに、スタークラッシュゲームという最新版の宇宙体験ゲームで遊ぶことになる。一方その頃、UFO に乗ってやってきた謎の一行が地球に降り立つ。ジャイアントスネオの二人が、スタークラッシュゲームの中で迷子になってしまい、やっとのことでゲームから脱出するとそこは、UFO の中だった。すでに、 スタークラッシュゲームを終えていた、ドラえもん、のび太、静香の3人はすぐに2人を探しに行くのだった。ドラえもん映画作品。ありがとうございます。